皆さんこんにちは。今回は岡山県浅口市鴨方町国道2号線を走らせております。岡山から広島方面にただいま向かっております。今回向かう先なんですけど、この先に気になっていた焼肉店があるということです。それもドライブインのような感じで存在してるんですよね。それもそのはずで、1966年になんとドライブインモーテル鴨方が開業したということで、でその次に1971年に今回行く予定の焼肉店が開業したということなんですよね。その後ドライブイン鴨方で本店になるということで、もうこれ同じ敷地内にね存在するんですけど、今回の焼肉店楽しみですね。それでは早速行ってみましょう。はい、というわけでね、今日はね国道2号線沿いにやってきました。倉敷市からね福山市の方に向かうね道なんですけどね、今日はね前から気になっていた焼肉ハウス鴨方さんというところでね行こうかなと思います。こちらね鴨方亭っていうか、うどん屋さんとか鴨方ちゃんぽんさんとかね、ある中でのこのこちらのお店なんですけど、系列店みたいですね。焼肉定食1180円、牛ホルモン580円、豚ロース480円、カルビ880円、牛ロース850円ということで、ちょっとなんか気になるお店だったので今日はこちらの方に、お伺いしようかなと思います。営業時間が11時から22時になってます。はい、撮影許可いただいてます。はい、お持ち帰りねできるということです。早速入っていきましょう。よいしょ。感じになってます。ちょっとまだ火ついてないので大丈夫です。はい、ちょっと今日これをこちらをね注文してみようかなと思います。あ、すいません、焼肉定食できますかね。大丈夫ですか。あ、じゃあそれ一つ。はい、こちらがね専用の醤油タレになりますね。甘醤油、そんな感じの 味ですね。でここにあるのがニンニクと唐辛子でございます。こちらがね、1180円の焼肉定食になります。
牛カルビ、豚ロースで、鶏ももになりますね。内容が焼いていきましょう。まず豚ロースから。醤油ベースなんですけど、すごい食べやすいです。牛カルビね、焼いていきます。
よし、しっかり食べました。あ、ちょっと雨やな。はい、というわけでね、ごちそうさまでした。よいしょ。今日は焼肉ハウス鴨方ね、来ました。ちょっとね、撮影の関係でシートっていうか、まあ席の方になったんですけど、普通にロースターとか一人焼肉できるスペースもございます。まあなんか感じ的にはね、この醤油味1本だけだったんですけど、全然いけますね。ちょっとなんか大人な、子供でもいける、なんか万人受けするね、醤油ダレでございました。ぜひね、皆さん行ってみてください。平日限定のランチもあるみたいです。これはまた定食より安いのかな。ちょっとまた機会があったらね、行ってみようかなと思います。皆さんもね、ぜひ行ってみてください。この鴨方のね、鴨方亭さんの系列店の、お店でございました。まあなんかいいですね。はい、ありがとうございました。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さん、ご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは村版スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏版スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。